集まってもらったのは他でもない。クリスマスデーに行うパーティーの準備を早急に行うためだ。今年のパーティーは我が城で行うことに決まった。隣国や遠国からも例年通り客人を招いて盛大に行う。遠国からの客人もいる。ボクシングデーから始まるバザールの準備も忘れるな。フットマンには生木を用意してもらいたい。会場の広間と城の入り口に生木でツリーを作ってほしい。ベツレヘムの星を忘れないように。バトラーには会場のセッティングや手土産のハンパーの準備を。ハンパーの中身の酒や瓶詰めには私が納得したものだけを使うように。それと料理長、オーブン料理の他にもミンスパイやクリスマスプディングも抜かりなく用意してくれ。城の全員がパーティーまではそちらに動きの趣を置くように。準備ができた者から報告を頼む。このように慌ただしくなるとは思いもしなかった。ハロウィンが終わり一段落したと思ってたのに、クリスマスのパーティーの順番が回ってくるとは。そうだ、私も悠長に休んでる場合ではないな。パーティーに着る服の準備をしなければ。お前もちゃんとドレスの用意をしておくように。もしサイズやデザインで不備があればすぐに手直しをしなければいけないからな。なぜそんなに不機嫌そうな顔をするんだ。何でもないというような顔ではないだろう。何か不満があるならその旨を言ってくれないとわからないんだ。ちゃんと理由を言え。クリスマスは2人でって。ああ、確かにそのような約束はしたな。しかし仕方ないだろう。パーティーは毎年話し合いでどの城がやるかが決まるんだ。今年はうちでと決まってしまった以上断るわけにはいかない。ましてや使用で拒むなんてもってのほかだ。ここまで話をしても不服そうだな。お前は私との付き合いを始めた時はパーティーに参加することさえ楽しそうだっただろう。目に映るものが新鮮だと綺麗なドレスを着てティアラをつけて参加するのは幸せだと言っていたじゃないか。それに私のタキシード姿を見るのも好きだと嬉しそうに話をしていた。私は父にお前との付き合いを勧められた時は乗り気ではなかったが、お前の無邪気な姿を見てだんだん好きになっていったんだ。あの頃のお前はどこへ行った？最近では私が国の行事に参加するたびに怪訝そうな顔をする。泊まりの訪問などになれば帰ってから口を聞いてくれないこともある。何がそんなに不満なんだ？私は無邪気に笑いコロコロと表情を変えてはしゃぐお前が好きなんだ。私といて幸せでないなら不満があるなら言ってくれ。それはもしかして嫉妬してるのか？ああ、そうか。焼き餅を焼いてたんだな。私が、パーティーや国の行事で他の女と触れ合うのが嫌だったということだろう。まさか、そのような理由だったとは。じゃあ、今すぐにお前を安心させてやる。私が王妃に選ぶのは、お前と決めている。父が亡くなり、王になった今、そろそろ王妃のお披露目をしなければいけないと思っていたんだ。クリスマスデーのパーティーで、客人には報告することにする。何をびっくりしている。お前があまりにも無用な心配をするから、そうしようと言っているんだ。さあ、忙しくなるぞ。クリスマスデーだけではない。これからいろいろな準備もあるからな。安心しただろう。クリスマスデーに一日二人では無理だが、夜はお前と二人きりで満足するまで過ごせばいい。ん？当たり前だ。お前は私の生涯のパートナーになるんだ。これまで以上に私に尽くしてもらうぞ。私の心も体も満たしてもらうということだ。覚悟しておけ。嫌だなんて言わせない。私が決めたことは絶対だからな。さて、準備をしよう。行くぞ。ほら、手を貸せ。私の大事なパートナーだ。部屋まで私がエスコートする。やっと笑ったな。やっぱりお前には笑顔が一番だ。最後まで聞いてくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、待ってるね。